交尾とかの時にディープキスをする動物はボノボくらい、対価をもらうために交尾をしているわけじゃなくて、あたかもボノボが肉をたくさん食べているんだ、目の前にあってもボノボというのは、まあ、全然それに手を出さない、食べないと。ボノボの研究をしている横山拓真です。前回の動画に引き続き、ボノボのですね、間違った情報についてですね、これは違うぞと、これを指摘しながら、ボノボの魅力的な行動について解説をしていきたいと思います。はい、ではまずこちらのコメントについてですね、番組の中でですね、解説者が、このような発言ですね、交尾とかの時にディープキスをする動物はボノボくらいという発言をされたんですね。まあこれも衝撃的な解説でしたね。ディープキスをする動物ボノボ、確かにディープキスをする動物ボノボって言われることはあるんですけども、これも、ほとんど見ない行動ですね。さらに言えば交尾とかの時にディープキスをする、こんなのは見たことないですね、実際に。で、実際に本当にそれがあるのかということを私も調べたんですけども、確かにある本ではディープキスをするっていう本を書かれてるんですけども、まあ、その方の本で出てくるボノボはまず飼育下であるんですね。まあ、飼育下は確かにそういうディープキスをするような場面があるようです、実際に。で、 YouTube でちょっと探してみたんですけども、確かに飼育下のボノボらしき個体がディープキスをしている場面もありました。ただこのディープキスというのが本当に果たして交尾の時にするのかって言ったら、私はそれしてないんじゃないかなと思います。どんな場面でディープキスをするのかというと、おそらく何か食べ物を食べている時にその食べ物を奪うというか、もらうために口の中に自分の口を突っ込んで、ひょっとしたら食べ物を分けてもらっているかもしれないですし、例えばあとは遊びですよね、本当に遊びのような行動としてディープキスをしているかもしれないです。ちょっと実際に飼育下のボノボ、私は観察したことないので分かんないんですけども、まあ、飼育下ではディープキスを、ディープキスという表現も変ですけど、するかもしれないですけども、交尾の時にディープキスをするような報告は、おそらく文献探してもなかったです。私の中で探す限りは。なので、あたかもディープキス、ボノボはディープキスをするんだという表現をするのは、ちょっとこれは間違っているのではないかなと思います。はい。次のコメントについてですね、ボノボは売春をするという解説をされていたんですけれども、まあ、これもボノボが大きく誤解されている一つのトピックなんですけれども、この売春をするということに対して私が書いたコメントがその下なんですけれども、ボノボのメスが植物分配と交尾を交換する行動というのは、実際には周りに食べ物がたくさんある、十分にある状況でわざわざメスがですね、オスに食べ物、その食べ物をもらう必要がなくても、交尾をその行うので、売春という言葉というのはやはり間違っていると思っていまして、まあ、売春というよりかは、むしろ、まあ、コミュニケーションですね。食べ物が周りにたくさんある状況で、オスとコミュニケーションをするために、まあ、交尾をしているんじゃないかなと言われています。だからこそ、売春というのは、やはり、交尾をして、性交渉をして、例えばお金をもらうとか、対価をもらうことが売春というワードだと思うんですけども、ボノボはそれを対価をもらうために交尾をしているわけじゃなくて、コミュニケーションを取るために交尾をしているので、なので、ボノボについて、ボノボが売春をするんだという表現の仕方は、まあ、不適切、間違っていると思います。はい、こちらが実際に、食べ物を恵んでもらう、食べ物の目の前にした時に、交尾を行う時の動画なんですけれども、デビーさんですね、デビーさん、メスのデビーさんがボリンゴを食べてて、今覗き込んでるのがこれセコさんですけど、セコくん、セコくん、オスのセコくん、まあ、子供の個体なんですけれども、まあ、これを分けてほしいとねだりつつ、まあ交尾を行う動画なんですけれども、まあ、実際に、交尾ですね、交尾と食物分配のシチュエーションというのは、オスが食べ物を持ってて、まあ、メスが、それに対して、交尾を行うことが多いんですけれども、まあ、この動画は逆ですね。珍しくて、メスの個体、デビーさんがボリンゴを持ってて、それを分けてほしいと、セコさんがねだってて、まあ、この後に交尾を行いますね。実際にこの後交尾をするんですけども、こちらは、YouTube で規制がかかってしまうので、こちらで紹介することはできません。この動画についても、私の YouTube チャンネルでですね、もうすでに上がっているので、そちらでご確認いただければと思います。
はい、こちらが次のコメントについてですね、番組のテレビの番組の中で、解説者がオスはメスに例えば肉だとか拾ってきたものを持って行ってはいってする、まあ、はいとあげる、しょうがねえなって言って交尾をするということを言ってるんですけども、まあ、先ほども言ったように、交尾と食べ物を交換する行動っていうのは、まあ、その対価として交尾を与えるんじゃなくて、まあ、むしろコミュニケーションとして交尾を行うんだという話をしたんですけども、このコメントで注目したいのが肉ですよね。あたかもボノが肉をたくさん食べているんだという表現のされ方をしてたんですけども野生のボノボは哺乳類の肉を食べることってそんなに多くないです。ワンバの場合ほとんどないです。唯一ワンバで肉食行動が観察されている、肉食される動物というのがウロコウリス、まあ、ほとんどムササビに似たような動物なんですけども、まあ、それでも、ワンバのボノボたちが肉食行動をすることはほとんどないと言っても過言ではないと思います。こちらが、ボノボの肉食行動の参考となる動画なんですけども、ちょっと見にくいんですけども、上がこれボノボの福さんですね。福さんがいて、下に実はこれ罠にかかったダイカーですね、まあ、鹿の仲間なんですけども、ダイカーがの死体がありますね。村人が仕掛けた罠に、ダイカーが引っかかって、まあ、それで死んでいるダイカーなんですけども、このように食べれる肉が目の前にあってもボノボというのは、まあ、全然それに手を出さない、食べないと。むしろこの動画だとよく見るとボノボのこの福さんがこの村人が仕掛けた罠のこれですね、残りですよね、罠を外そうとしているようにも見えたりしますよね。まあ、このようにボノボ、ワンバのボノボたちというのは、まあ、目の前に食べれる哺乳類の他の哺乳類の肉があっても食べようとしないですし、むしろ食べるとしてもウロコウリスは食べるとは報告されているんですけども、このウロコウリスでさえ滅多に多くは観察できないと言われています。はい、こちらがもう一つですね、ワンバの肉食行動について参考にある論文なんですけども、実際に私が書いた論文なので恥ずかしいんです、紹介するのはちょっと恥ずかしいんですけども、この事例論文ではですね、あるボノボですね、ワンバのボノボが、ダイカ、生きたダイカを捕まえたんですね。捕まえたんですけども、結局それを持ち運んだだけですね、生きたまま持ち運んで結局は食べなかったという事例報告の論文です。目の前に食べれそうな肉があってもほとんど食べないということが言われています。ただ一点だけ注意していただきたいのは、肉食行動はそもそもワンバでは少ないという話だったんですけども、研究サイトごとによって、食べ物、肉食のレパートリーが違ったりとかですね、頻度が違ったりします。他の研究サイトではダイカを食べたりとか猿を食べたり、一概にボノボは肉をほとんど食べないということはできないんですけども、ワンバの場合は、まあ、ウロコウリスは食べるんですけども、その肉食のレパートリーは少ないですし、その頻度もとても少ないです。はい、他にも気になるコメントですね、今表示されているこの画像であったりとか、まあ、こんなようなコメントもしているんですけども、まあ、これを全て解説するとですね、ちょっと本心が出てしまう場合もあるので、まあ、今回はこれについては、追加のコメントはしません。ぜひツイッターですねを見て、まあ、どんなコメントをしているかを確認していただければ幸いです。はい、以上でボノボについて、間違った情報ですね、間違った解釈をされることが多いですけれども、まあ、それについて解説をしながら、ボノボの魅力について、触れてきたんですけれども、まあ、実際にボノボのことを、知っている方というのはあまり多くなくてですね、やはりボノボのことをテレビであったりとかメディアで取り上げていただいて紹介していただけることは大変嬉しいことなんですけれども、でもやはりその紹介の中でですね、間違った解説をしたりとか間違ったことを言ってしまうというと、まあ、真剣にやはりボノボの研究をしているので、私たちにとっては、まあ、そのような解説を見るととても残念に思うことがあります。だからこそ私自身がこの YouTube を通してですね、ボノボの正しい情報について配信しながら、その魅力であったりとか面白さを伝えていければと思います。